直道あかりの演出、マックスビュー一級建築士事務所所長、建築デザイナーの角田直道さんにお越しいただきました。今日も、あかりと空間にまつわるお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さん。うん、実はね、質問が届いておりまして。はい、えっと、鬼滅学園 O. B. 鎌戸炭治郎さんから、クリスマスが控えてますね、ということで。うん えっと、このツリーの電飾なんですけれども電飾をつけようとしたら電球が切れていたという光景がまれにあります交換する電球はあるんでしょうかそれともつかない電球は放置すべきなんですかまたクリスマスツリーはどこに置いたら素敵なのかおすすめの場所もあったら教えてくださいというメッセージ質問です。<laughs> ありがとうございいます電飾のは うんまあ、以前のね虫球っていうかね LED じゃない球の場合は、はい、その一個一個がね切れたりとかよくあるんですけどもちろんね虫球あの取り替えるっていう仕様のものが多いんですけど、はい、まあ最近ももちろんあの LED なってますんで、はい、まあ 切れてるものを見かけるってことは昔のもの、うん、使っているとほとんどなのかな。<あ>なそうですよね,、うん、ね。今で LED のイルミネーションのそういったも電飾も安いんでね。はい。あの新しいの購入されると、うん、おすすめかなと思うんですけども。なるほどなるほど、ねうん。でねまたあとそのクリスマスクリーンのえっとねどこに置いたら素敵なのかっていう。はい、部屋のどこに置くのかって。あり <laughs> すよね。玄関にドン。うん。とかね。うん あね、あの陸田家みたいにの家の前のロータリーにまあクリスマス・リーのね由来考えるとあの中世のヨーロッパのマルディン・ルーターって方がね朝の帰りにあのモミの木の間から見える星空がちらちら輝いてき麗だったってことでまあ当時暗い時はあの子供だとかね女性の方が夜出歩けない時代だったので。 あのルターがねそのもみの木を家に持ち込んで枝の先にちっちゃなろうそくをいくつもぶら下げて、うん、で楽しんだっていうのが始まりらしいんですけど、うん、そういう始まりだったそうなんです,、ね、んですかです、ね、ルターって宗教感覚だけじゃないんですねそれ考えるとねまあ皆さんが集うようなリビングのところに、うん、ドンと置いていただくのが一番ベストなのかな、うん、ところです。ねねとはいえ、ね、私もあの 置きたいんですけどちょっとリフィー狭いので私も一は玄関先に置いてあるそうそう一応玄関先に置いてあるんだけどまあそれは家庭事情によりますけどね。もねそうですよねまあまずはね皆さんそれを置いていろいろオーナメント飾ったりとかして家族の方と楽しんでいただければいいんじゃないかなとなるほどあの第三スタジオにもツリーがあって今直前にあの電気電気つけました電子あの照明電電電飾これ LED ライトですよねそうですね これねしかもね、あのコンセントここにあるよって言おうと思ったら、コンセントじゃなくて、電池で駆動するんですね。だから、こう、せん、あのなんで、掃除機で引っ掛けることもない。いいですよね、この方もね、これもせん、しないんでね。あ、そうなんですか。なってるんですよね。これ、角田さんにいただいたやつらしいですよ。ね、しないとこんな素敵なのがね、はい、皆さんまたチェックしてみてください。 では、本題に入りましょう。はい、はいはい、えっと、まあ、今年、あ、今回はね、また、感接証明の説明の、あの、二回目ということでね。はい。あの、お伝えしていければなと思うんですけども。うん、まあ、あの、皆さん、あの、街ある、あれから、お店のね。ショーウィンドウだとか、店内だとか。はい。また、あの、ホテルの中だとかね。 まあその施設だとか店舗では多く取り入れられているあの間接照明なんですけどもまあ昨今ではねこういった間接照明を住宅に取り入れたいということでね広く好まれてねあの新築改装で検討されている方も多いとよく聞くんですよね。そこでねあの前回に引き続きまして間接照明の進勧めとしましてねまあその中でもあの重要なポイントの一つとなります素材と色についてちょっとお伝えしていければなと思います。はい、はい でね、あのー、間接照明っていうのは皆さんよくお使いのシーリングライト要は天井照明ありますよねベタッとつけるつ、ねうん、天井についていて床を照らすような照明とは違いまして、はいあのー、建築家照明って言われるる類の照明手法になるんですねいうのはその建物の壁だとか天井も,もちろんねそういった躯体の構造と合わせて設置しないといけないものになります。うんはい とということはその天井に掘り込みって言って溝を掘ったりだとか壁にあごと言われるその受け具をもともとつけた状態でそこに器具を見せないように仕込むっていうようなうまあ基本になるんですけども。はい、ということはあのシーリングライトのようにね取り付けのタップさえつけておけばあの内装工事。 壁紙つけたりとか、はいうん、仕上げの工事の後にポンってつけるっていう器具ではないよってこと。もう最初から作りつけということです、ね、そうですねといこはその建て方前の設計段階で、うん、ここに間接照明をつけますこの高さでつけますとかいう形でね、うん、しっかり計画しとかないと、まあ、見た目ねちょっとあの残念な仕上がりになったりとか。<ー> <laughs> <laughs> いわゆるこんななはずじゃなかった状態そうですね、うん、その光り方が使いづらくてね、はい、まあ年に12回ぐらい点灯するだけの無駄な照明になってしまう,うちにもあるなーケースが多いっていうことなんですよね。なのでね、まあ、設計の初段階から器具の選定だとかそういった先ほどお伝えしました彫り込みの寸法だとかそういった基本工程のねもちろんあるんですけども全体の,その建築衣装デザインですね とののの調和を図るのが成功の鍵になるのかな,なるほど。うん、で今あの全体の調和と言いましたけども、はい、それに鍵かかってくるのがそこにあのやる要は壁紙の色だとか、はい、その素材の表面の仕上げが重要になってくるいですね。はい、でなぜ重要かというと間接照明っていうのはあの天井照明とかいうことで直接的にあの光を照らすっていう照明じゃなくて。 一度、その壁だとか、天井に光を当てて、その反射する光で全体を照らすっていう手法なので、一度目に、その当たる壁、天井、そういった面の素材によって、反射率が変わるんです。うん、例えば、白のね、あの白色っぽいあの、えー、壁紙だと、反射率六十から七十パーセントぐらいかな。なんですけども、逆にね、濃いグレーだとか、はい。 あのよく使われる茶木の木の、ねはい、のあ、ねうん、そういうのだと20%から半減以下全然違うん、になってしまうので、まあ、関節照明を取り付ける際のその一度目に当てる面の色だとか素材が重要になってくるから、はいうん、でそれに合わせて明るさも、ね、あの調和させていくっていう,うちょっとね <laughs> 工夫が必要になってくる照明照明になるのかなと。 いろいろ考えて進めていかなくちゃいけないことなんですね、これはね、ね設計の段階からね。もちろんあの、まあ、主に今回住宅証明で使う間接照明というお話なんですけど、工事途中にね、あやっぱりここ、あの他で、ね、店舗で見た、この濃い色の壁紙、かっこいいからつけたいってなって、うんうん、そういった変更、よくあるんですけども。はい その際でも関節症面のその面はちょっと意識されて<ー>、うん、選ばれるのはよろしいかなと思いますそうかそうか たそう言ってたけどここに間接照明つける予定なんでしょだったらこんな茶色いのはどうかしらっていうことなんですよね。その際は設計士の方にねちゃんと確認取ってって決めると大丈夫かなと。そうしないとだからいやこんなはずじゃなかったのにでももう直せんわっていうことになってしまうってことですよね。でねあと今色であるんですけど今度素材ですね。 まあ壁紙にもねちょっと凹凸のあるものだとかざらざらしたものありますねまたちょっと横波、はい、縦波とかで柄のあるものあるじゃないですか。でおすすめなのがその多少凹凸のあるものを選ぶのがよろしいかなと。うん、というのも光が当たった時にその陰影が細かく出るんですよ、うん、それによって要はその面に現れる光のグラデーションが映えてくるんです。 例えば関節照明を当てる壁,が壁面一面あると思いますね、はい、でその他の3面はちょっとさら、あのー、マットのさらっとした白,が、うん、白い壁紙にしたとして、はい、光の当たるところでちょっと凹凸のあるもの、うん、その面だけ変えるとかね、うん、あそっかすると表情が変わってういうこともできるですね。うん おしゃれね、どんどんなんか、リフのね、空間になっていきそうですね。うん、ねで、横波の柄、選ばれると、要は空間の横の広がりが強調されたりとか。えー、えー、そういう効果もあるんだ。んだ縦波だと、その上から照らすとね、より天井が高く見えたりとか、ね。えーしか 狙えるかなっていう、何の知識もないからさ、私たちやっぱり聞いてみないとわからないね。もうこれ知ってるのと知らないんですよ。間違いですね。じゃもちろんね、いろんな設置方法あるんですけども、やっちゃいけない素材、選んでいけない素材っていうのがあって、これあの鏡面なんですね。鏡。鏡。じゃ間接照明って今であの天井と壁だけじゃなくて床を照らすようなフットライト的な間接照明とか取り付け方法いろいろあるんですけど。 例えば玄関の下側箱の下にちょっと間接照明仕込む場合、うん、その玄関の床面をちょっと鏡面のね、うん、磨きのかかったような黒タイルだとかなるとその隠した数の,の器具が映り込んで、うん、見えちゃったりとかすることがあるのであ、うん、まあの 恥ずかしいとうんちょっとざらっとしたようなねそういった映り込みのないような素材選ばれるのがよろしい頭隠して尻隠さずにならないうにで最後に最後これ最後の大事なとこなんですけど店舗だとかね街歩いてると感染証明見かけますよね見かけますはいで店舗と住宅証明の大きな違いっていうのがその時間帯が違うんですほう 要は不特定多数の方がある決まったそのただ住宅になると朝起きて日中過ごして、うん、夜寝る1一日のサイクルずっとその時間帯が長いんですよ。はい、ってなると使う明るさだとか色味が変え,変えなきゃいけない。<ー>ってなるとその間接照明も 要は例えば調光設備つけたものにするとあ<ー>まあ夜間はちょっと落としてあげるってこともできますしそういった形でねあと間接照明を使うっていうことであ<ー>でね、あのー、これもう本当強く言いたいんですけど、うん、シーリングライト、うん、要は脱シーリングライトということでリビングルームにシーリングライト大きなものボーンと置くと。うん うーんってなるんですよ私的には、はあ、なぜなら電気代がかかりすぎるんですね。なのでそこにプラス間接照明なんてやるとまず使わないですよね。はあ、シーリングライト明るいと十分明るさ取れるじゃないですか。なのでシーリングライトをやめて間接照明をその主照明として使う、はあ、ようにすると、まあ、それであと兆候ーリをかけると。 まあその時間帯にも合わせてまたその住宅正面ならではの柔らかい光で空間を照らすということ思い切ってシーングライトをやめるという決断が必要なんですねおすすめなんですけどね<ー>、まあ、もちろんその,その設計師の方と十分あの相談されてということになる<ー>、はい、よし知識は入りました実うできるかどうか <laughs> <は>参考にしていただければと思います、ねはい、わかりましたはいさあ また、次回も楽しみにしております。はい、皆さんも、明かりを演出して、居心地のいい空間作りませんか？角田さんのスタジオでは、明かりで作る空間設計の提案を行っています。建築に関わる相談、そしてもちろん、明かりに関する相談もお気軽にお寄せください。電話番号は、零七六四四四の一一一六番。詳しいことは、マックスビュー富山で検索してください。 なお、お聞きの内容をもう一度聞きたい方はラジコのタイムフリーで聞いてください。また、k ーヌウェブの取れたてワイド朝生のページ。番組ブログからも、今日の放送を聞くことができます。今日のような、あの、メールでのね、ねねあの、ご質問などもね、うん、あの、お待ちしてますので、ぜひね、お気軽に。ご質問お寄せください。角 <laughs> 田直道、明かりの演出でした。角田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。